皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。本日はライブ配信ダイジェスト第3弾でございます。今回もすごく有益な情報というか、みんなそれ知りたいだろうなっていうことをですね、有志の方が、過去のライブ配信から、切って編集してくれております。それをですね、皆さんにも見ていただきたいなと思います。それでは行ってみましょう。私ですねっていうか、星撮る人って大体ノーフィルター派が多いんですよ。まあなぜかというと、保護フィルターを1枚入れることで、あれって余計なガラスを入れるわけじゃないですか。ソフトフィルターとか光害カットフィルターとか、その特殊な効果を出すものはいいんですけど、常時使用しているプロテクターとか UV カットフィルターとかっていうのは結構ね、ガラス1枚通るって光がロスするっていうこともありますし、ゴーストが出やすかったりとかっていうことも考えられますし、あとフィルターだけ曇るっていうね、星空あるあるがあるんですよ。だからそういう危険性があるので、結構ねデメリットしかないから、星撮る人はね、保護フィルターつけない人が多いはずです。だから私もノーフィルターですね。基本保護フィルターは私つけないんですよ。極軸合わせるのって難しいんですね。中古で最近ポラリエ購入したのですが、これでもそこそこ合わられますか？そうですよ、合わせれますよ。今日はアプリで合わせてるんですよ。ほんとね、今の私のスマートフォンの画面をお見せしてるんですけど、なんかね、ポラリエ、その去年こう穴を覗いて、北極星の覗き穴を覗いて合わせるじゃないですか。でまあ、もっといろいろなやり方なんですけど、今日みたいにその北側が見えないベランダとかで設置するときは、私がやってるのはこのですね、 PS アラインプロっていう、これ有料アプリだと思うんですけど、これを使っています。でまあこういう画面なんですよ。もう何のこっちゃよくわかんないですよね。でこう右下にね、いろいろな項目があるんですけど、なんかスマートフォンからこうレーザービーって出てるようなマーカーの分かります、これなんですけどね。でこれをやるともう何のこっちゃ分かんない、いろいろ出てきます。で要はですね、ポラリス、カフ、コカブみたいな感じ、アリオトとかドゥーベとかね、アルデラミンとか、これなんていうのね、これシェダルか、うん、ポラリス、カフ、コカブ、シェダル、アリオト、ドゥーベ、アルデラミンで、これ北斗四星の星の名前なんですよ。で、北斗七星ね。ポラリス以外が北斗七星の星の名前かな。1、2、3、4、5、6。あれ？まあいいか。ね、一番上のポラリス。あれでもドゥーベとかはあれだよな。北斗七星の先端の星の名前ですよね。コカブもそう。コカブは違う。コグマ座か。まあいいや。その北周辺のなんか星をこう表してくれてるんでしょうね。これ一番上のポラリスっていうのをやります。そうするとこのスマートフォンでこうやっていじると、ほらほらほら、わかります、なんか矢印が動くよね。動いてますよね。要はですね、これをポラリエとか赤道儀とかの上に乗っけて、で調整すると、そうすると大体こういう風にですね、この辺でいいのねっていうところまで追い込めるんですよ、っていうとっても便利なアプリです。でこれは昼間の極軸合わせとかだと、その太陽の光でできた影を重ねてやるとかね、ちょっとこれ見せないとやり方よくわかんないと思うんですけど、そういうやり方があるんですけど、簡易的にこうやってベランダとかでやるときは、私はこれを赤道儀の上に乗せて、これで調整してます。だからその、スマホとフォンをこう赤道儀に乗せて、赤道儀をこうちょい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 といじるわけですね。で、こうポラリス、この辺で大体いいのねっていうので追い込めるっていうアプリです。PS アラインプロ。これ PS アラインプロ、PS アラインの方でもできるんだっけな。ちょっと待ってよ、 PS アラインでもできるのかな。 PS アラインってこれ無料の方なんですけど、こっちはできないっぽいな。うん、やっぱアラインプロじゃないとダメなんですね。これですね、はい。
ということで、これか、PS アラインプロっていう、アプリの紹介でした。これを使えば、ベランダからの曲軸合わせとか、大体できます。で、その、これで大体曲軸合わせしてから、その曲軸望遠鏡とかを除いて、ああ、これが北極星なのねってわかるから、そこからまた追い込むっていうこともできるようになります。土星と木星も見せる準備しとけばよかったかな。今日月見せる準備しか、まあ、望遠鏡がもう月セッティングになっちゃってるんで、土星木星が見せるんですけど、次土星木星やろうか。ね。うん。はい。コメント返します。あ、というわけで、スズランさん、まあ、こんな曲軸合わせの方法も、アプリで合わせるっていう方法もあります。ただまあ、その、なんだっけ、広角レンズで30秒とかで撮影する、露出30秒とかで、撮影するぐらいだったら、大体北に向けるっていう感じで全然いけます。焦点距離が長くなっていくと、もうちょっとちゃんとやんなきゃいけないですね。で今、これは、600×2、1200mm のかける 1.5。ああ、今これ 1800mm ぐらいで、この月の映像はお見せしてるんです。1800mm。望遠鏡が 600mm なんですよね。で、2倍テレコンの、APS-C カメラでかける 1.5 の焦点距離なので、1800mm ぐらいになりますよね。うんうん。だから、スマホのアプリでも、まあ、このぐらいの精度は出せるっていうことですよね。LR タイムラプスのプライベートバージョンだと1万3000、プロバージョンで3万3000ぐらい。あ、プライベートバージョンだともう機能足りないんですかね。プライベートバージョンって何違うんだっけ、忘れちゃった。ちょっと今調べますよ。さっき LR タイムラプス4万円ぐらいしますよって言ってたのは、このプロバージョンのことを言ってます、私。はい。確かにプライベートバージョンがあるんですよね。で、フリーとプライベートとプロとあって、それぞれ何が違うんですかというのが書いてます。で、フリーバージョンは最大400枚までですよと。あと、書き出せる動画の記録形式が、フルハイビジョンまで、プライベートバージョンだと 4K まで、プロバージョンだとオリジナルのデータのまま、例えば、GFX は1億画素ですけど、1億画素の動画ができるっていうことですね。まあ、そういうのができますよと。で、このバツついてるところが、これ真ん中がプライベートバージョンですね。バツついてるところはできないところ。プレビュー、描画、デフリッカーのバッチ処理、複数シーケンスの同時処理。あー、はい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 。なんだっけ。それぞれのシーケンスに一括でこう、デフリッカーをかけていくっていう、その3つか4つとか選んでやることできるんですけど、まあ、それができないと。でもそれあんま使わないかな。TIFF ファイルでの中間ファイル生成。非圧縮 TIFF ファイルでの中間ファイル生成。あれ、これ使ってもねえな。ができないと。個別ウォーターマークの出力ビデオへのオーバーレイ。これは、動画書き出したときに、ひろゆきなりさんはって右下に出ますよっていう感じですね。タイムスタンプもそうですね。これ時間が出るっていう。あと、モーションブラー。さっき言った、速いシャッタースピードで撮影しちゃったときに、ちょっとカクカクって言って、ちょっと嫌だなってときは、モーションブラーをかけると、滑らかに見えますよっていうのがありますけど、それが、プライベートバージョンだとローレベルと。インポート時の DNG ファイルの変換。そうか、プライベート版はできないんだ。できないんだ。あ、でもこれは何が影響が出るんだ ?DNG ファイルに変換しないで処理をするっていうことは、動作が重いってことかな。あ、すいません。なんかちょっとこの辺も私、勉強不足ですね。うん。あと、商用利用ができないの。これは大きいですね。そう、私は商用利用をするので、もう問答無用にプロバージョン行きましたけど、スカイプによりサポートに対応しません。
これガンサーさんとスカイプで話せるってことかな。 めっちゃ緊張すんなそれみたいな。だからガンサーさんっていうのはこのテイルアルタイムラプスを作った人なんですけど、という差があるみたいですね。だから多分今バーッと見た時に一番大きいのはここじゃないですか。商用利用、これが、できるかどうか。だから個人で楽しむ分にはプライベート版、まあそのままですよね、でいいんじゃないかなっていうことだと思いますね。まあこのデフリカのバッチ処理とか使ってんのかな、知らず知らずのうちに。あんまり使ってないと思うんですけど。あと私は動画的に 8K 作るので、やっぱりこのプロバージョンじゃないとダメですね。あとこれも大きいね。ビデオ出力コーデックが H.264 までしかできないっていうのは結構きついですね。私はその基本的にね、プロレスで動画出力をして、それをさらにそのダビンチリゾルブとかプレミアムとかのところに行こんでいろいろいじるもんですから、アフターエフェクトとかに取り込んでやるんで、だからこれが書き出せないのが自分は結構痛いんですけど、まあ普通に使うんだったらプライベート版で十分なんでしょうね。ちょっとこれからはプライベート版だと1万3000円ですよみたいな言い方しますね。自分もなんかもう自分が使ってるものが全部だみたいなイメージで4万ぐらいしますよねみたいなこと言ってましたけど、そうじゃないですね。すいませんでした、そこは。ちょっと謝らせていただきます。プライベート版が、1万3000円ぐらいで手に入るよということで、まあ、TLDF は3000円、4000円で手に入るので、まあ、1万円の差があるっていうことですね、そういう意味では。はい。原さん、質問です。1、夕方からのホーリーグレールのシャッタースピードと、絞りの設定はどうしたらいいですか ?2、タイムラプスで面白そうな被写体はどうやって探しますか。あ、タバラさんこれ、ニコンの Z の話でいいんですかね。でもまあそうじゃなかったとしても、ホーリーグレールの時っていうのは、基本絞りは、まあ開放。開放というか、星空が撮れる設定の F 値にしてください。だから F2.8 とか、っていうことで、F4 は暗いよってことですね。だから基本的には絞り優先なんで、シャッタースピードはもう絞りに合わせて、撮影するような感じになります。早くてもそれはしょうがない。最終的に、星空の場面まで行った時にシャッタースピードが20秒とかになるわけですから、そこに行くために今スタート、夕方からスタートが何千分の1とかシャッタースピードになっても、それはもうしょうがないです。ND フィルター途中から外して、サイズしてなんか調整しようとかやんない方がいいですね。絶対うまくいかないんで。変なムラ出たりとか、大嘘出たりとか、あとやっぱりガラス1枚、入るだけで、そのピントの感じも変わったりするんですよね。やっぱりそのカラーシフトも多少するし。で、タイムラプスで面白そうな被写体はどうやって探しますか?それはですね、例えばまあ、このシーンでなんか撮りたいなと思ったら、まずはそれを100枚ぐらい撮ってみる。で、それをカメラの中で再生してみて、なんか面白い動きしてるのあるのかなみたいなのは結構最初はやってたかな。今はもうこうやって見た時に あれ動かしてこれ表現したいなとかって思いつくようになったので、そういう意味ではやっぱ撮って経験ですよね。例えば夜景撮ってさ、スクランブル交差点のところの人がタイムラプス動いて面白いとかって撮んないと分かんないじゃないですか。だからそういうのも、そういう経験を積んでいくことで何かしら動くものというか、タイムラプスの表現として面白いものっていうのを見つける観点が身につくと思うんですよ。大事なのは同じ構図で撮らないことです。毎回違う構図でトライ&エラーを繰り返すことで、あ、こういう動きするのかこれみたいなのありますよね。必ず私が注目するのは昼間だと日陰ですね。日陰は動かしたいです。だから構図の中に日陰がこう太陽が傾いて日陰がこう動いていくっていうのを、余力を残して構図を取ります。それからまあ雲の動きですよね。冬だと凍ってるところから氷が、雪が溶けていくところとかも表現できたらいいなみたいに考えたりしますけど、まあ、星の場合は星が映ればいいかなっていう感じなんで、夜景の場合だとこの間の Vlog とかですよね。煙がブワブワ言うやつとか、車の流れでしょ?あとなんだっけ?
人の動きはあれはなかったね。クレーンが動いてくれれば面白かったですけどね。とかさ、まあそういう感じですかね。まあいろいろあるんですけど、やっぱりそれが見つけられるかどうかっていうのは、やっぱりセンスよりも経験だと自分は思ってますね。だからね、バシバシ撮ってみて欲しいなと思ってます。はい、いかがでしたでしょうか。以上になります。今回もなかなかこう鋭い質問というか、いろんな、コメントをいただいてありがとうございました。毎週木曜日にライブ配信を行ってますので、また遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。